腹減ってて、そんな切り出しで、せっかくでガチモンズトラブルにならないんですか。普通あんなことないです。現実人にタメ口とか聞かれることないです。あ、NG じゃない。行儀も知らねえような人間たちとお前喋る機会がないやん。まず間違ってる俺、腹減ってた。やすりこんなちゃんまで頑張って当たり前でしょ。昨日いろいろあったんですけど、およよさんいらっしゃい。やすおいらっしゃい。カールルイスいらっしゃいね。まずいろいろあったんですけど、僕別に彼女と別れてるわけではないので、はい、継続的に今も付き合ってますので、はい。ちょっとサブタイトル書いておくか。すいませんね、昨日まあお騒がせしてしまいすいませんでした。はい、リカピーさんとは別にお付き合いは継続中なんで、はい、マルボロボックス、ケンタ柴犬のケンちゃんいらっしゃい。継続中でしたので、だいぶ展開が早すぎる。いや何も変わってないです。バーの売り上げ36万。メロチいらっしゃい。36万。あ、榎本ありがとうございます。すいません昨日はちょっとあまり接客できなくてね、ちょっとお客さんの状況が状態だったんで申し訳ないです。そうそう、入り直してってちょっとみんな書いてコメント。売り上げ36万ですね。で僕の手取りが12万ぐらい。上げ直してうるせえよ。カール・ルイスお前好きだわ。殴られてないよ、投げ飛ばされただけ。稼いだでしょ。で本当はまま行けば新薬帳を抜くような勢いだったんだけど、新薬帳の売り上げの60何万つのを抜く勢いだったんだけど、後半ねまあいろいろなトラブルがあって、お客さんの入りも少なくなってしまって、
シャンパン飛ばす予定の人が、シャンパン控えてので売り上げが下がったっていうだけです。お客さんも多分50名以上は来ていただいたかな。50名以上はステッカーの残りちょっと店に置いてあるので店見てみないと分かんないけど78枚あったので、あ、じゃあ87枚かな、78枚か87枚あったので残り枚数数えればお客さんに1人1枚渡しているので、お客さん来た人数が分かります。はい、で邪魔する人が多いね。リカピンも返す本当に、で新たに、昨日ね、あ、毎日やってない、毎日でこれの売り上げ上げてたらすごいよ。新たなことが分かりまして、昨日のリスワン、アイコババアが撮ってます。ギリギリね、なんとちょっと見づらいけどアイコババアが撮ってまして、2位が1442、アイコが11709。リスワンを取るために俺とリカピーを売った。簡単に言うとリカピーの悪口を俺に言い俺を怒らせたりとか俺の反応を見て閲覧を上げるっていう方法を取り、結果閲覧は上がり、ああいう結果になりリスワンを取ったっていう。だから俺とリカピーは売られたんですよ、アイコに。だから俺はもう前もって前からそんなことは分かってたことで、ええのね、リカピーにも言ってたしね、付き合う前からそんな深入りしない方がいいよって。結果これでしょ、やられましたね。どっちくんいらっしゃい、やられた、やり返します。まあ見てください。それとよういらっしゃい、そう、愛子はいつでも楽しい場を、そうそう、だって本当にようさんね昨日ね、愛子が来るまでは何もなかった、愛子が来るまでは何もなかったの。愛子のリカピーの悪口から空気が悪くなり、ああいう風な形になったので、いらっしゃい。まあそんな感じです。それと、まあ気づいたと思うんですけど、指輪ありません。僕は。理由があります。まあ皆さんの方に、酔っ払い、ちょっとね、酔いが覚めたので説明します。昨日なんで僕があれだけリスナーさんもお店に来てもらいたかったのか、配信者もお店に来てもらいたかったのか、配信者には Twitter の DM、LINE でね、営業をかけ、リスナーさんには放送で営業をかけました。なぜかというと、常に満室状態でお客さんを保ちたかったっていうのが、まず一つ。いろんなリスナーさんに会いたいっていうのが二つ。それと同時に、僕は昨日、リカピーに結婚をというか申し込もうと思ってました。プロポーズしようと思ってました。そのために、リカピーが、あっちの自分の生放送でね、バラ11本のバラをもらって、プロポーズとかされたいなっていうふうなことを放送で言ってたのね。なので僕はバラ11本を用意し、昨日用意し、準備しね、買って、万次郎いらっしゃい。そう、3時33分にプロポーズしようと思ってました。結果、その前に、愛子がめちゃくちゃにして、まあ、バラを渡したんですけど、あのような形でバラを渡しても、もう取り返しがつかないので、3っていうのは縁起のいい、数字だからです。本当は8時8分にしたかったんだけど。まあそんな感じです。で、なんで僕がこの指輪を渡したかというのは、リカピーに渡しました。
指輪をしてないのはリカピーのカバンの中に指輪を入れました。本人も指輪を、俺がカバンの中に入れたのは知ってます、うん、で、プロポーズの返事が別にもらってないので、あのような形な状態なので、指輪を返してもらった時OK だと思ってます、うん、そんな感じかな、うん、そんな感じです、うん、まあね、その形があの状況はいいのかなと、連絡ないよ、うん、なあ多分昨日お酒も7時半ぐらいから7時半ぐらいから返事 OK なら席入れるの、うん、今入れようと思ってますけど、うん、OK、ありがとうございます、台無しになったね、本当に愛子のせいで、まあこのような形になってしまいましたけど、こちらを見ていただけば分かる通り、リカピーさんとはお付き合い継続中なのでね、はい、まあとりあえずそうですね、時間は必要だと思います。あれだけ愛子に言われて頭に来てるし、昨日ね途中具合が悪かったらしいので、やっぱりあれだけのこと言われて頭に来てるし、お酒も7時半からね、夜の7時半から19時半からずっと朝の5時まで飲みっぱなしなので、まあね、うん、で安定剤飲みながら薬飲みながら酒飲んでるので、まずはねあいつの健康状態メンタル、それ優先でやっていこうと思います。ほんで起こすね、ひよこね、頑張っていきます、うん、そんな誰も振り回せるダメだな、うん、本当に、俺せっかちだから、ピストいらっしゃい、ピストすいません、昨日は申し訳ない、うん、ああ疲れた、聞こえない人は入り直してください、ああ疲れたな、シータいらっしゃい、落ち着いた落ち着いた、いやいや、ピスト全然、オーナーがびっくりしてました、ユイいらっしゃい、オーナーがびっくりしてた、うん、あ、 Wi-Fi 切るから、俺 Wi-Fi 切ったら聞こえるの、いただければ治ると思います、リュウ君いらっしゃい、レンいらっしゃいね、そうそうそう、ダイいらっしゃい、闇ガラスもいらっしゃいね、アイコの配信見るとごちゃごちゃ起きてる、そうなんだよね、実際そうでしょ、きちんと聞こえてる最初から、今聞こえる大丈夫、 Wi-Fi 切った、変なこと吹き込んでないかな、まあ吹き込まれるような人間じゃないでしょ、うん、つうかもう明らか誰が見たって愛子が悪いのは分かってるでしょ、
突然だね。突然リカピーのことをディスり出したんだから、ワイファイ切って大丈夫、あの 4G 使えばいいだけだから、うん、木村なごみいらっしゃい。